長長谷谷川川豊豊の本本気論本音論音チャンネル皆さんこんこにちは長谷川豊です,、えーっとですね、僕日本の教育に関してもむちゃくちゃ言いたいことが山のようにあってですね皆さんも言いたいことあると思うんですけれども特に僕はですねあの2010年から2年半アメリカのニューヨークに住んでいまして子どもたちを現地校に入れていましてね でまたアメリカの教育というものにものすごく興味があったもんですからいろんな州に行って独自で結構取材をしたもんですから、えー、そういう世界のののの教教育育ととと日本の教育との差いいいいうううを少ししシェアしたいなというふうに思いますで今日はつい先日ですねちょっとわわっとテレビのニュースとかでも取り上げられた体罰っていうものについて少し考えたいなっていうふうに思うんですね。 えー、きっかけになったのは例えば武井壮さんとかがですねこちらデイリーさんの記事なんですがあの都立高校教師の暴力動画って皆さんわかりますかね要は生徒が煽るだけあって、えー、都立高校の教師が生徒を殴った動画が拡散されたと、まあ、これですね結構生徒の質が悪かったということで生徒が悪くない 教師が殴ったからって教師が処分されるのっておかしくないっていう論調が、まあ、デヴィ夫人だとかマツコ・デラックスさんとかが結構言ったりしてそれに対して武井壮さんとかがですね「いやどんな理由であっても殴っちゃダメだ!」っていうふうに、まあ、これ武井さんは常に昔から言っていることですけれどもね、えー、いろんな賛否両論があるので今日僕は、えー、自分の取材したアメリカ南部中南部のテキサス州の取り組みについて少しシェアをしようというふうに思います。 テキサス州に昔取材を行ったことがあるんですがなるほどっていう思いがあったんですねえっとまずアメリカテキサス州では小学校から大罰、OK、ですしかししかしその体罰というのは皆さんの思っているイメージとちょっと違います。まず第一明明確な説明が入学式において生徒 両両親親もししくはににに該当すするる保護者に対して説明ががああり同意書にサインがあるという点です私たちの学校は社会に出ていくための子どもたちを成長させなければいけないので社会にはルールがあるということを教えるためにこの学校でもルールを教えますそのルールをこういうプロセスで破った生徒に関してはこういう体罰を 与えますが、あなたはそれに同意しますか同意しないんであれば、別の高校、別の学校に行ってくださいという文書が配布されて、基本的に99%以上のほぼ全ての親御さんと生徒がそれにサインをします。説明をした上で、説明に OK といった生徒しかまず入らない。これがポイントの一つ目です。そしてポイントの二つ目として、各学年にちゃんと置かれている担任じゃないですよ。 担任はそれぞれにいるんですけど、担任以外に生徒の指導や生徒の心理カウンセリングを専門とした学年の担当者というのが別にいるんです。で、その専門資格、国家資格を持った生徒たちの観察するプロフェッショナルの人たちが生徒たちの行動を見て、これはルール違反であるというのを認めた段階で、1、注意をし、2、 注意にさらに保護者を呼び出して注意をし、その上で改善が見られなかった時に、3、体罰というのが行われるんですね。つまり、体罰に至るまでは、説明した上でのプロセスが踏まれるという点です。そして、ポイントの3に関しては、日本の今回の事例のように、腹が立ってバーンじゃないんです。腹が立って怒ってゴーンじゃないんです。怒るのではなく、叱ることが目的なのです。 壁に対して手をこう当てさせてお尻を出した状態でそのお尻をボートをこぐパドルターンのわかりますこのこオールテーブルいいのかなこう前がブーって膨らんでるやつあれでパー,パーンパーンパーンと3回叩くっていうねそういう体罰をしますよっていうところまで事前の段階で説明をするんです専門の資格を持った人がちゃんとサポートにいて その人が適正な手順を踏んで、最終的にこれは教育。肉体に対して教育しなければいけないという国家資格を持った人が判断を適正にした段階で、パーンパーンパーンという体罰を行うということなんですね。これがテキサス州で合法化されている体罰の実態です。僕、これね、衝撃を受けたんですよ。正しくないと思うんですよね、これ。 日本って体罰だか暴力だか分かんなくなってるじゃないですか。これって今回の一件なんで武井壮さんとか、まあ、デヴィ夫人さん、デヴィ夫人もいろんな意見を言ってますけど、要はカッとなってもう我慢ができなくなってボーンっていうことに関しては間違いないじゃないですか。それは体罰じゃないですよね。それって暴力ですよね。暴れる力ですよ。僕、暴力は武井さんの言うとおり絶対ダメだと思ってるんですよ。でも、体罰。 体に叩き込まわかんねえクソがきったのはいいいるにいるじゃないですかそれはいるんですよ一定数だって子供なんですから簡単に言うと子供がそうなんじゃなくてそういう子供を育てちゃう親ってのがいるっていう性格な言い方をするとそういうことなんですけどそれ一定数いるじゃないですかでもその子供たちがそのまま大人になったらアウトじゃないですかであるんだとしたら僕はこのテキサス式っていうのはものすごく腑に落ちるんですよね 暴力一切ないですも体罰はガンガンやってますプロセスを踏んで僕正しいんじゃないかなと思って日本の教育現場も「体罰は全部だね!」なんていうふうに思考停止するんじゃなくて世界中のこういういろんな教育現場を取材した上でいろんなやり方を取り入れてみた方がいいんじゃないかななんていうふうに思うんですけど皆さんはどう思ったでしょうか長谷川豊の「本気論本音論チャンネル」 私長谷川豊が本気で本音でズバッと世相に切り込みます。お楽しみに